かままり仲間りのおすすめ。今日は高知の食の魅力が詰まった広め市場に向かっています。屋台村のようなにぎやかさとフードコートのような気軽さを兼ね揃えたこちらの市場なんですけど、いろんなものをねいただきたいなって思って向かっています。こちらは高知市の中心商店街にあって、高知城といった観光地にもほど近い広場に広め市場があります。高知龍馬空港からは車で約30分ぐらいですかね。開業は1998年、商店街活性化の核となる施設となることを願って建設されたそうで、広め市場の由来はこの一帯に屋敷のあった登山藩深尾広め重明から来てるみたいです。まずは空いてる席を取りまして、そして自分たちの好きなものを買ってきて、そしてテーブルでいただくという、まあ、フードコートにちょっと近い状態なんですけどね。まずは八色亭でカツオのたたきを注文してみました。いろんな種類のね土地の食べ物あるんですけど、やっぱりカツオのたたきまずは食べるっしょっていうことで、美味しそうじゃないですか。わさびと、あとねこれ驚いたんですけど、ニンニクが生なんですよ。生のニンニクをこうやってねスライスした状態でいただくんですね。いただきます。美味しい。わあすごいな、全然違う今までいただいたことのあるカツオのたたきと。これはいい。周りのこの焼いてる、火をちょっと焦がしてるところが非常にスモークの香りがあって、で塩が振ってあるのかな、塩味のバランスもよくて、で中が、まあ、半生というかレアな状態で、これはねいいね。しかもこれだけパンチのある味わいなんで、あえてニンニクが生っていうのはなんか納得できるなって、わかんない、このお店だけなのかな、それとも高知では生のニンニク食べるのかしら。でもね本当このちょっとでもいいからこの一緒につけてねいただくっていうのがめちゃめちゃ美味しいわ。こちらのね八色亭はねこだわりのカツオを提供するお店として、広め市場の開業以来この場所で営業してるらしいんですけど、美味しいカツオを食べさせてあげたいっていうね思いから、3月から11月は土佐沖近海で採れた生のカツオをわら焼きや刺身で提供している。で春にはさりとした初ガツオ、秋には脂の乗ったのぼりガツオと、カツオの味わいは季節によって変化するので何度訪れても新鮮な出会いがあるっていうことなんですけどね。確かにそうかも。いろんなね戻りガツオとか初ガツオとか確かにありますもんね。通年としてねカツオのたたきっていただいてるような感じはするんだけど、これなんだろう、この柑橘、よくわかんない、あの柑橘よくわかんないというかローカルなね、柑橘だと思うんですけど、それかけてみてもいただいてます。うん、美味しい。なんかそんなに酸が強くないです。丸みのあるなんかみかんとレモンの間みたいな感じの酸味だな。これをね絞ってまたいただくのも美味しい。ほんとこのわら焼きの香ばしさが口の中に広がるんですよ。でね、このねカツオの旨味とね合わせて、うわいい感じ。これあのバッシングしてくださってる方です。いやー楽しいな広め市場、いろんな店があるんでね本当に。あほらこれ安部、この間行った餃子屋さん、こういう風にねうつぼとか
もうね食べたことない、クジラも有名なんですよね。食べたことないようなね食材もこうやって売られてるんですよね。面白い。さあ続きまして、明神丸のカツオのたたきをいただきたいと思います。こちらはカツオ専門のリーディングカンパニーとして新鮮なカツオを提供することにこだわってるお店なんですけど、土佐伝統のね一本釣りで、漁獲したカツオのみを使用しているっていうんですけど、お供する日本酒はこちら土地の日本酒捕鯨純米大吟醸をいただいていきたいと思います。うん、結構しっかりどっしりとした飲み応えですね。美味しい。いいね。これと一緒にカツオのたたきをいただきたいと思います。いや、こちらの明神丸のねすごいところって、カツオを藁で焼く工程をねお客様の前でパフォーマンスしてるんですよね。それがすごいなと思って。だって炎って一気に広がるじゃないですか。なんかそれをねこういうところで安全な環境で作っていくっていうのもすごいなと思います。専用のタレをかけていただいていきたいと思います。どれどれ。ここでもやっぱりねニンニク生なんですね。いただきます。うん、美味しい。もうタレも美味しい。いや、やっぱりねこの藁の香ばしい感じの味わいが特徴的なのかしら。でもねこの塩の塩味もねしっかりしてて火の入り具合も良かったな。そしてこちらがですねお惣菜もチャレンジしてみようと思います。こちらは板取り。板取りってね、タケノコみたいな山菜みたいな感じのやつなんですけど、うん、美味しい。なんかメンマを山菜に寄せた感じのテクスチャーなんですけど、これ結構癖になるな。すごいつまみになるし、本当にご飯のおかずにもなりそうな感じ。板取りってねあまり食べる機会ないですよね。美味しい。こういうなんか珍しい土地の食べ物をいただくって本当になんか楽しくて、大好きです。そして焼き鯖寿司。焼き鯖寿司もなんか有名みたいですよね。美味しそう。うん、美味しい。いいな、これちょうどいい。このね焼いたところとサバの酢飯とね合う感じで、これは最高ですね。ちょっと箸休めのきゅうりとで、ラーメンは八金ラーメンを、いただきます。うん、美味しい。なんかね結構あっさりしてて麺も細く本当に軽やかでスイスイいける感じ。このキクラゲとかもねいい感じですよね。素朴な感じですごい本当に軽くいただけるんで、昼でも夜でもおやつでもいただけちゃうんじゃないかっていうような味わいです。美味しいな。なんかこうやってね広め市場はいろんなお店が出てるんで、いろんなところをねこうやってちょっとずつ買ってねいただくことができるので本当楽しいし、飲み物もいろんなところのお店があるんで絶対ね高知に行ったら、行った方がいい。2本目の日本酒はクレー吟醸室賀。これも美味しそうだな。いただきます。うん、
すごい。なんかね、旨味をそのままいただいてる感じの味わいです。いやー、ちなみにこのラーメンは八色亭で、買ってきました。いや、この広め市場、店舗によっては店内に席を用意しているところもあるんですけど、飲み物をその店舗で注文すれば他の店舗の食べ物の持ち込みも OK ですよっていう店もあります。で、飲食後の食器は館内を循環している清掃スタッフが片付けてくれるんで、そのままにして、帰って大丈夫です。今日は高知の食の魅力が詰まった広め市場行ってきました。皆さんもよかったら行ってみてください。